いや、実はね、僕、坂口安吾、あなたのおかげなのか、この番組のおかげで久しぶりにね、読ませていただいて、実は偉くに励まされたんですよ。っていうのはね、まあ、17して恐縮だけど、僕ね、結構いろんなことやってたんですね。記号論なのね、大衆社会論なの、政治論なりね、いろんなことやってて。でもね、いわゆるあの社会科学的なね、観念というよりも、なんていうんでしょうか、理屈って。ではね、割り切れないどころか理屈が成り立つね、その根源にね、根本に何か暗号が共に築いているようなね、やっぱり生きることに伴うですよ、例えば特攻隊的な聖なるね、聖なるその存在を願望しながらも結局堕落の生をね、生き延びざるを得ないといった種類の、言ってみれば矛盾ですよね、ものすごい矛盾を抱えた上での理屈に過ぎん。で、この矛盾に深入りしないとね、なんか自分単に人様に分かってもらえないだけじゃなくて、自分自身がね、いくら書いても書いてもね、なんか自己納得できないってことがあってね、僕何年か前から臆病院だけどね、そろそろこのね、生きるっていうことの矛盾のど真ん中にね、まあ筆を進めるって言えばかっこよすぎるけど、進めざるを得ないんだろうなっていうね、強い予感があって、自分なりに少々ねやってきたんだけど、でも久しぶりに、ね、読み返してみてね、やっぱりまさしあれは時代のせいだと思いますけどね、戦争とね平和に挟まれた、あの時代にそこにガーッとなんていうか覚悟を持って踏み込んだね、なんか暗号の存在っていうのはさ、なんか すげえなーって、ちょっとね、これから少し真似して書いてみようかなと思ったぐらいのもんで、密かなるバイブルを公のバイブルにするという、しかしその小菅刑務所とドライアイスの工場が、まあ、平等院とかで退避されるっていう、それはなかなかそのいわゆるそのブルノ・タウトのあれに対して、まあ、アンチテーゼ的に出してくるわけですけども、まあ万有っていえば万有ですよね。そうね、そうとも言えるけど、同じことでしょうけど、結局あの戦争からね、戦争による大破壊か、はい、で大破壊の中でのいわゆる戦後焼け跡派のね混乱っていうものを、やっぱり身をもって経験した人たちにとってみれば、その文化とかね、伝統というものがね、平等院の建物だとかさ、法隆寺のなんか、なんていうかな、そういう具体的な作品ではね、とてもその表し得ないね、ある種のこう形なんて、実態としては示せないね、いい表現じゃないかもしれないけども、その魂の形みたいなものをね、それをね、なんか実感する一瞬が、あの戦争という大破壊の前後にあったんじゃないかなって、だから去年言ったことかもしれんけど、暗号だけじゃなくてね、それこそ三島由紀夫も全部含めて、伝統とは何かってことを論じるときに、やっぱ形だと、実体じゃなくてね、そこに込められている人々の精神の形がね、伝統なんだということを一生懸命言わんとするんですよね、ひょっとしたらあの時代はさ、もう全て日本のね、文化的作品が全部焼け野原となって消えたとしてもね、やっぱり日本人としてのね、なんか精神の形があると思わなければね、立ち上がれないというふうに思ってたんじゃないかな、戦争の美しき大破壊を見た世代の連中はね、で